はい、こんにちは、ティーあかねです。早速なんですけど、インダストリアルを当てたいということで、インダストリアルってわかりますか？あ、ご飯粒が。インダストリアルっていうのは、もうここに写真を載せときます。病院で開けに行ってもらいました。私の予想は、その棒がを差し込まれると思ってたんですけど、棒じゃなくて、なんかその棒はないって言われたんで、棒じゃなくて、なんか2箇所穴を開けてもらって、後から自分で棒を差し込んでくださいって言われたので、ここに2つ穴を開けてもらいました。こことここに、2箇所多分インダストリアル、あの棒をつけてもらうんだったら、多分麻酔とかもかかるから、1万ぐらいかかると思うんですよ。でも私は1箇所2500円なのかな、だから5000円で2箇所開けたので5000円でやることができました。感染症を治療するお薬をもらって、あとは注意事項、こんな感じなんですけど、もらいました。で、痛みなんですけど、なんか開ける時の痛さじゃなくて、痛み止めの注射をするんですよ。それがまあまあ痛いっていうか、普通の注射でツーンってする痛みですね。私はなんかわかんないけど、痛みにはなんか強い方かなと思うので、あんまり、なんかここを握ってたんですよ、痛いの嫌だから。ここをめっちゃつねってて、なのでなんかそんなに痛くなかったですね。注意なんですけど、ピアスホールが形成されるまで約4から6週間かかります。で、外さないでください。その期間、朝昼晩1日2回消毒してください。実費なので、持っていくものはお金だけで大丈夫です。で、私は本当は斜めの、棒、なんていうの、ニードルなんとか、なんていうの、あれ、ニードルボールじゃなくて、その棒を入れたかったんですよ。だから、その病院でしてくれるのかなと思って、でもしてくれなかったので、多分してくれるところもあると思うんですけど、それは電話で聞いて、もしないですって言われたら、自分で持っていくとか、自分で持っていった方がいいと思います。今でめっちゃ痛くはないんですけど、ジンジンするんですよ。私は左に開けました。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。あっ。